最強小学生決定トーナメント全国決勝ラウンド準決勝決勝戦実況解説。全国決勝ラウンドシード争奪戦を勝ち抜いた4名のファイナリストがたった一つの最強小学生の座をかけて壮絶な戦いを繰り広げる。その準決勝決勝戦を私初代スマブラ名人及川光一が実況解説いたします。さあ始まりましたメタナイト VS ブラックピット。どちらもスピードの速いキャラクターですからね。先に仕掛けていったのはブラックピット、シルバーリップで先に攻撃を与えました。さあなかなか攻撃が両者当たらない。おっとディメンジョンマントをジャストシールドして、さらに今度はなんとドリルラッシュもジャストシールドしましたね。さあ電子ショッカーで攻撃を与えていくブラックピット、まだ 0% か。どんどんとメタナイトに攻撃を与えていく。ここでメタナイトがダッシュ攻撃を当てる、攻撃を当てていきます。さあ横スマッシュも当てていく。おっとこれは煙玉をブラックピットにつけて煙にまとわりつかれている状態ですね。さあこれはおっとここでドリルラッシュを前段当ててアシストフィギュア悪い以上呼び出す踏みつけの攻撃。さあブラックピットこの攻撃を避けていきたい。おっと避けようと思ったところ悪い陣に攻撃されてしまった。今度はスーパースコープで外に追い出そうとするメタナイト。おっとここで衛星ガーディアンズで逆に跳ね返されてしまう。さあここでブラックピットが 100% を超えた。さあじゃあ攻撃を与えていく、外にまで追いかけて攻撃を与えるメタナイト。さあここでどちらもストックが1つずつとなりましたね。合格の戦いか。さあテレビゲーム15というアシストフィギュアを呼び出したブラックピット、この球が強烈な攻撃なんですよね。これを避けたい。おっと今のはメタナイトが投げたモンスターボールがテレビゲーム15に当たってメタナイトのものからブラックピットになってしまったんですね。これはさあこれはロケットベルトで攻撃を与えていくが、メタナイトは空中回避でしっかり避けていく。おっとここがドーンと攻めていくか。後ろ投げで外に放り出される。ダッシュ攻撃をうまく回避する。今度はダッシュ攻撃で返り討ちにするメタナイト。さあ空中での攻防。さあ崖外まで追いかけての追い打ちでしたね今のは。爆薬箱を持ってブラックピットが今度は上スマを繰り出す。爆薬箱をそこに設置する。そしてこれはメタナイトは攻めにくいですね。ここに置かれてしまうとワープスターもこれは爆薬箱があったせいで右側には降りてこられなかった。さあスマッシュボールが出ました。スマッシュボール、このスマッシュボールを叩き割るのはどちらなのか、メタナイトかそれともブラックピットなのか。これはどちらも取りたい。さあスマッシュボールを割ったのはブラックピット。さあどこで使う、ここで使った、当てた。勝ったのはブラックピット。ブラックピットがメタナイトの繰り出すディメンジョンマント、ドリルラッシュをジャストシールド。ジャストシールドは相手を焦らせると同時にすぐさま行動に移ることのできる上級テクニック。技のタイミングを熟知しているからこそできるテクニックですね。崖外に追い出されて追い込まれていると思いきやスーパースコープを衛星ガーディアンズで逆に返り討ち。直前に一度シールドを使うなどして衛星ガーディアンズをギリギリまで出さず完全に相手の意表をついています。奥の手は最後まで見せないこのスタイル、間違いない、まさに上級者の立ち回り。さあ始まりましたシルク VS トゥーンリンク。まずはモナドアーツをスピードに切り替えて素早さを上げてシルクが攻めていくんですね。トゥーンリンクは素早いキャラクターなのでこうやって能力を変化したんでしょう。さあここでダッシュ攻撃を、おっとここで下スマッシュをシルクが当てていく。すぐさま横スマッシュを当てていくトゥーンリンク。さあこのビートルはうまくシルクが回避。
爆弾ブーメランを投げていくトゥンリンク、回避を読んでからの上スマッシュ、当てていくトゥンリンク、ダッシュ攻撃、さあ空中攻撃をしっかりと、ジャストシールド上がりましたね。さあ上スマッシュ、おっとここで上スマッシュをしっかりとビジョンでカウンター、やっとシールドキャンセルからの上スマッシュが決まりましたね今。いやートゥンリンク小技が効いてます、うまいですね。さあダッシュ攻撃を与えていくシルク、さあこの空中攻撃を当てて、これは空中回避しっかりしましたトゥンリンク。さあまたしてもジャストシールドからの横スマッシュで決めましたねトゥンリンク。さあ弱攻撃を与えていったシルク、さあこれも空中をしっかり回避、さあトゥンリンク、おっと下スマッシュで大きくトゥンリンクを飛ばす弓矢で様子を伺っている。おっとダッシュつかみをしているがこれは届かなかったか。さあ横スマッシュを与えていくシルク、そういう打ちをしたい、これもしっかり空中回避、落とし穴のためで埋めてからのダッシュ上スマ、なかなか相手につかませてもらえませんね。トゥーンリンクの回避が奪いためか、さあここで上突きをビジョンでカウンター、しかしこれは画面外には飛びませんでした。あサッカーボールに攻撃を加えてそれを当てて飛ばしていく、おっとエアスラッシュの着地隙をうまく横スマッシュで切りかかりましたねトゥンリンク。おっとサッカーボールをうまく追い打ちに使ってシルクを追い出しましたね。今度は十文字爆弾もサッカーボールに当ててシルクにも当てるという、かなりおっとかなりうまかった今のは。今度は土星さんを持って投げましたが、ここでシルクがモナドアーツをシールドに切り替えて吹っ飛びを抑制して防御力を上げてますね。さあ防御力上がっているのでそんなに大きく外には飛ばない状態です。さあ 145% だがシルクのモナドアーツが効いてる、おっとこの下突きもそんなに飛びませんでしたか。あここで決まったか、下スマッシュで飛ばされた、勝ったのはトゥーンリンク。ダッシュ攻撃を仕掛けたシュルクに対してしっかりシールドで防ぐトゥーンリンク、そしてすぐさま上スマッシュを繰り出しシールドキャンセル、シールドの後も隙を作らないための重要テクニックはぜひともお手本にしよう。トゥーンリンクがサッカーボールにブーメランを当てて飛ばします。次の瞬間崖際にいたシュルクにボールがヒット、続いて十文字爆弾を投げて真横にボールを吹っ飛ばし、これもシルクに当てているんです。ボールの軌道を把握しているからこそできる技選び、これぞストライカー。さあ始まりましたブラックピット VS トゥーンリンク、まずはお互い弓矢で牽制する感じですね。そう先に仕掛けていったのは上スマッシュを当てたトゥーンリンク、すぐさまおっと空中攻撃からの横スマッシュが決まりました。さあトゥーンリンクがアシストフィギュアでローリングウエスターのジローを呼び出す、さあジローのローリングアタックを避けすブラックピットはどう攻めていくか、ここは空中攻撃をしっかりと当てていく、さあ今度は爆弾を落として空中攻撃を当てるトゥーンリンク、さあここでギャラガが出たがこれは上の方で出たためにブラックピットには当たらなかったようですね。さあ今度はドリルを取ってどう使うか、おっと衛星ガーディアンズでしっかりとこれは返しましたねブラックピット。さあどうだ、おっと後ろに回り込んですぐさま下スマッシュを当てていく、さあ今度はファイヤーバーを取ったトゥーンリンク、ファイヤーバーをこれはどう使っていくか、なんと下に叩きつけて攻撃しましたね、これは読めない意外な行動だ。さあ下スマッシュでブラックピットをが飛ばしていく、さあ復帰際をやられないようにしっかりブーメランを投げす戻ってきたトゥーンリンク、さあスマッシュボールが出た、激辛カレーライスを取ってブラックピットが、さあこれはどちらが取るのか、ブラックピットが取った、ここでブラピの掃除を決めた、さあこれをすぐさま今度はトゥーンリンクが取り返すようにブラックピットを倒した、どちらも 0% ストックは1つずつ、互角の戦い、これが決勝戦か。さあ
激辛カレーライスを今度はトゥーニングが取ったが、この炎をものともせず、ゴーアン電飾から攻めていく。あ、復帰際に今度は復帰で電飾を使いましたね。さあ距離を取って弓を打っていくシルバーリップは、しかしトゥーンリンクの盾によって防がれてしまう。ここでタイマーが、どちらが取った、これはトゥーンリンクが取った。トゥーンリンクの上突き、上突きが当たる。さあこれは空中回避をしているが、回避の終わり際をまた上突きと、徐々にパーセントを貯めていきます。トゥーンリンクダッシュ攻撃を加えるブラックピット。さあスーパースコープを連射していきますね。これでシールドを張らせる。さあトゥーニングはビートルを持っているが、これをしっかり回避してからの横スマッシュと思ったら、ジャストシールドからの横スマッシュ。ブラックピットがスーパースコープをため打ちして、なんとシールドブレイク、これを最大の横スマッシュホールドで決めた。優勝はブラックピット。ブラックピットがスマッシュボールを回収した後、間髪入れずにブラピの素性を繰り出して、トゥーンリンクを見事貫きます。逃げ場を考えさせない瞬時の判断に感動すら覚えます。ブラックピットがスーパースコープを連射して、トゥーンリンクにシールドを張らせます。相手のシールドを削りつつ、今度はため打ちを2回発射。相手を追い込んでからシールドブレイクを狙っていく。大人もうならせる驚きのアイテム活用です。これが最強小学生。最強小学生決定トーナメント、全国4都市7680人の頂点に輝いたのは、東京代表岡野遥。優勝おめでとう。